はゴールキーパーの近くにいます。遠いサイドを狙っていく、先制点日本。コーナーキックから冨安の先制ゴール。前半20分、いや山本さん、はい、流れとしてはサウジアラビアだったんですが、一つのチャンスをしっかりと決めてました。流れは、はい、日本なんです。日本ですか。ボール持たせてるだけで、はい、こういうことを狙ってるのが日本だから、日本のスタイルなんです。なるほど、はい、これを狙ってたと思います。ここで精神的なダメージはかなりあります、はい、マークがずれることを多分想定してこの動きだと思いますので、まあ日本の分析狙い当たったんじゃないですか。現代サッカーの中でセットプレーの、ウェイトってのはすごく大きくなってるんで、はい、まあ、それをうまく生かした先制点になったと思いますね。さあ日本がまず先制点を挙げました。